これね、そう、これもね、ちょっと暇で、そう、作ってました。そうなんですよ。なんか、すごいもん作りたいなと思って調べてて、そう、これをね、作ってて、まだこれ途中かけなんだけど、実はこれもね、実はまだ途中かけなんだけど、これもめっちゃ難しくて、回路めっちゃ動画見て、調べてやってたんだけど、これが、ポーション自販機っていうやつ、悪菌自販機です。悪菌自販機、これ本当はね、もともとね、あの石だったんだけども、羊毛に変えて、ゆくゆくはこれね、ちょっとあの、おしゃれな感じにしたくて、これね、どうやるかというと、毒のポーション、水中呼吸のポーション、アイスポーション、力のポーション、俊敏のポーション、体化のポーション、治癒ポーションあるんだけど、これね、スプラッシュ。これ、オン、オフ。オン、オフ。オン、どっちにするみたいな感じで選べて、で、このボタンをポチって押すと、ここで、作れますよっていう。そう、ちょっと、作ってみようか。何作ろうかな。ここにね、レシピがある、レシピが。難しい蜘蛛のね、あの、腐った蜘蛛のね、あの、目のやつはここにレシピがあって、これが、不詳なポーション、鈍化のポーション、透明化ポーション。どれ？どれにしようかな？どれ作る？どれ作ってみる？一回。どうしようかな？どれ作りたい？じゃあ。透明化？透明化は、透明化はこっちだね。透明化は、はい。これ、蜘蛛のやつを、オンにします。そして、金人参。金人参を、これだね。で、金人参を、ここに押すんだけど、これは、持続力ね。これ今ね、8分。これ長くできるので、まあ、これでいいでしょう。レッドストーンでしょう。で、これを押します。せーの、ポチ！これで、なんと、あ、今これ作ってますね。ネザーボートで今作ってるなおだね。これ待ってたらできるんです。なんと。これね、めっちゃね、回路ね、大変で、これね、え？あれ？あ、大丈夫だね。あ、大丈夫だね。壊れてないね。そ、前途中かけなんだけど、ちょっと待って。一回ね、ここね、クリーパー湧いちゃってね、壊されたんだよね。え、マジでショックだった。え、マジでショックだったんだよね。ほんとにショックすぎて。マジで、病んだ。けど、まあみんな、ハロウィンだからホルサバ来るかなって思って、頑張って作ってた。で、ここを見ると、こうやってね、ほら。これ暗視、今暗視ができてる。暗視ポーションの次に、これに、この蜘蛛の目を混ぜると、金人参になりますよっていう。これをね、作ってたんだけどね、あの、もともとはね、配信でやりたかったんだけど、めちゃめちゃね、この回路がやばい、やばい大変で、そう、動画をね、見なきゃね、ちょっと難しいかなと思って、ちょっとぐだっちゃうかなと思ってね、今回はね、ちょっとね、試しを、あ、できた！できました、透明化！こんな感じで、で、使い終わったら、まあ、ここにね、瓶があるんで、ここに入れるっていう感じで。今日さ、マジ誰かさ、ハロウィンだから誰かいるかなと思ってさ、今日絶対さ、ハロウィンだからさ、ホルサバ誰かいるよって思ってさ、見たんだけど一人なんだよね。よーし、せっかくだし、このポーション使ってなんかやったろーとかって思ったんだけどさ、一人なんだよね。ソロライブ。
のソロライブ。誰もいない、誰か来ないかな、マジ誰か来たらマジこの透明化ポーションでさちょっといたずらしよう。せっかくだし作ったし、誰か来たらちょっとマジでいたずらする。これ毒ポーションね。でまあこれやるとあのスプラッシュ投げれるようになったりするっていうね、そう感じでできますっていうのをまあなんか作っておって、でそうでね、まあ今日は、まあ、ここのねちょっと整備だったりとか、これ猫ちゃんにしたいんだよね、アクキン猫にしたいの。これ猫、これ猫になるかな、こここうキャットにゃーって感じにしたいんだけどさ、これできるかな、これね、いずれかやりたい。フリーダムスマイル一人なんだよね。フリーダムスマイル一人なんだよね。フリーダムスマイル一人なんだよね。